北アメリカ、北アメリカ、北アメリカは、アメリカ、米州の北半の北アメリカ大陸を中心とした地域である。六大州の一つ。漢字では、北米と表す。北アメリカ大陸とその周辺の西インド諸島、グリーンランドやクイーンエリザベス諸島、バミューダ諸島といった当初からなる。南アメリカとの陸上の境界は、地境が最も狭まったパナマ地境である。 ただし、地境を越えて、北アメリカ大陸と、南アメリカ大陸にまたがる領土を持つ、パナマ共和国は、国ごとの統計では北、アメリカに含める。カリブ海諸島は、コロンビアのサンアンドレス島やリーワードアンティル諸島、トリニダード・トバゴ諸島までの全域を、北、アメリカに含める。トリニダード・トバゴ諸島は、地質学的には、南アメリカ大陸と大陸方が連続している。 アメリカ合衆国領であるハワイは、オセアニア、より詳しくは、ポリネシアであり北、アメリカではないが、国ごとの統計では、アメリカ合衆国の一部として、北、アメリカに加算されることになる。アジアとの境界は、ベーリング海峡である。ヨーロッパとの境界は、グリーンランドとアイスランドの間の、デンマーク海峡である。北アメリカの南部諸国を、北アメリカと、 南アメリカに挟まれた中央アメリカという地域とみなすことがある。その場合、北アメリカとはカナダ、アメリカ合衆国、メキシコの3カ国である。また、日本における最協議の要法として、北米は英語圏のアメリカ合衆国とカナダの2国だけを指す。この場合はアングロアメリカと同義ことがある。北アメリカの大部分を占める北アメリカ大陸の 地形を特徴づけるのは、大陸西部を南北に貫く大山脈、中央部に広がる大平原、そして東部のなだらかで低い山脈である。西部大山脈のアメリカ本土とカナダ部分はロッキー山脈と呼ばれるが、その北と南にもそこから連続した山脈がそびえ立つ。南に伸びる山脈は高度を下げつつ、中央アメリカを縦断し、 パナマ地境の南にまで続く。ロッキー山脈は人口規迫であるが、中央アメリカの山脈部分は温暖な気候に恵まれ、人口の集中する地域であり、アステカなどのメソアメリカ文明もこの高原上に栄えてきた。ロッキー山脈の西にはクレートベースンと呼ばれる乾燥した盆地が広がる。この盆地の北にはコロンビア高原、南にはコロラド高原が広がる。 その西には太平洋に沿ってカナダ海岸山脈やカスケード山脈、シエラネバダ山脈といった海岸山脈がそびえる。これらの海岸山脈はその名の通り太平洋のすぐそばにまで迫っている地域が多いが海岸部に点在する低地にはロサンゼルスなどいくつかの大都市が存在する。ロッキー山脈以東にはグレートプレーンズと呼ばれる大平原が広がっている。 この平原は西へ行くほど乾燥している。グレートプレーンズの東に広がるプレイリーは、肥沃な草原地帯であり、小麦やトウモロコシといった穀物が、盛んに栽培される、穀草地帯となっている。プレイリーの東側には北アメリカ最長の河川である、ミシシッピ川が流れるが、この地方も、基本的には、平坦な地形である。ミシシッピ水系の北東には、 世界最大級の淡水港群である古代湖がある。ミシシッピ川水系の東には、東部の赤稜山脈であるアパラチア山脈が南北に伸びるが、ロッキー山脈と比べて高度が低くややなだらかである。アパラチア山脈の東には、大西洋との間に平地が広がるが、この地方には、世界経済の中心であるニューヨークをはじめ都市が、点在し、人口中密な産業地帯となっている。 北アメリカ大陸の南には、メキシコ湾やカリブ海といった内海が存在し、多数の島々が存在する。最大の島であるキューバをはじめ、イスパニョーラ島やプエルトリコ、ジャマイカといった大アンティル諸島には、比較的大きな島々が多いが、その東に広がる小アンティル諸島は無数の小島が点在し、多くの島は島一つ、または数島を合わせただけで国家となっており、 世界で最も小国家の密集する地域となっている。気候的には、太平洋岸の北部は西岸海洋性気候、中部は地中海性気候に属する。大陸北端はツンドラ気候、そこから北緯40度付近までの北部の広い範囲は冷帯湿潤気候に属する。西部内陸部の高原地帯は気候的には乾燥した地域が多く、大半がステップ気候。 アリゾナやメキシコ北西部などには砂漠気候が広がる。アメリカ合衆国の北位40度以南、西経100度以東は温暖湿潤気候となる。北アメリカは大きく分けて北部と南部とに大別される。北部はアメリカ合衆国とカナダからなり、イギリス系移民を中心として開拓された国家であるためアングロアメリカと呼ばれる。これに対し、 メキシコ以南の大陸南部やキューバは旧スペイン領であり、同じく旧スペインポルトガル領だった南アメリカ大陸の諸国と合わせてラテンアメリカと呼ばれる。中央アメリカのベリーズやカリブ海に浮かぶ諸国はイギリスなど他の国の植民地から独立した国が多く厳密にはラテンアメリカには含まれないが、アングロアメリカの2国とも経済や文化面で差異が大きく。 このためカリブ海諸国として一定のまとまりを持った上でラテンアメリカ諸国と一括して扱われることが多い。言語的にはインドヨーロッパ語族に属する和者が圧倒的に多く先住のインディアンの話すアメリカ先住民諸語を話すものはわずかである。インドヨーロッパ語族のうちアングルアメリカに属する北部のカナダとアメリカにおいては英語が公用語であり日常生活においても 圧倒的に使用される言語である。ただしこの両国は移民が多く、移民コミュニティの中においては、その移民の母国語が使用されることは珍しくない。また、カナダ東部のケベック州は、フランス領のヌーベルフランス植民地の中心地として、フランス系移民が多数を占めていたことから、現代においてもフランス語が主に使用されているアングロアメリカで唯一の地域であり、 ケベック最大の都市であるモントリオールは、パリやブリュッセルに次ぐフランス語圏有数の都市となっている。中央アメリカ大陸部においては、旧イギリス領だったベリーズを除きすべての国が、スペイン語を公用語としている。カリブ海地域は、各国の植民地が入り乱れた地域であり、キューバやドミニカ共和国を中心としたスペイン語、ジャマイカやバハマ、ショーアンティル諸島の半分の国々で話される英語。 その他創始国によってフランス語やオランダ語などが使用される。民族的にはアメリカ及びカナダにおいてはイギリス系が本来の主流であったがヨーロッパを中心に世界各国からの移民が長期にわたり押し寄せたことからかなりの混交が進んでいる。先住のインディアンはアメリカやカナダの各地に居留地を保有するが人口的には わずかな割合を占めるに過ぎない。また、アメリカの特に南部においては、ヒスパニック系、及び黒人の割合が高い。カナダは、アメリカと同じく、イギリス系を中心とした人々が大多数を占めるが、ケベック州だけは、フランス系が大半を占めている。ケベック州は、人口も多くよく開発された州であり、また英語を、主とするカナダの他州との対立から、 ケベックナショナリズムが盛んで独立運動がくすぶっており、過去数度独立を問う住民投票が行われたが、いずれも否定された。中央アメリカにおいては、白人とインディオの根血であるメスティーソが多くの国で人口の過半を占める。インディオも過去に大文明を築き上げていた、中央アメリカの大陸部においては特に人口が多く、アングロアメリカよりもかなり多くのインディオが居住している。 また、黒人は、中央アメリカ大陸部にはあまり居住していないが、過去に、サトウキビのプランテーションを運営するため大量に移住させられたカリブ海域においては、かなり多く、ハイチやジャマイカ、ショーアンキル諸島の多くの国のように、黒人が多数派を占めている国家も存在する。北アメリカ大陸の中央部を占めるアメリカ、合衆国は、世界最大の大国であり、 その北のカナダも産業的によく開発された豊かな国である。一方その南の中央、アメリカやカリブ海諸国は産業開発が進んでおらず貧しい国が大半である。北アメリカ最大の都市は人口的にはメキシコシティであるが経済、文化的には北アメリカ大陸の東岸中央部にあるニューヨークが最も重要な都市である。ニューヨークには 国際連合本部をはじめ重要な国際機関が置かれているほか、世界の経済や文化に大きな影響を及ぼす都市であり、北、アメリカのみならず世界で最も重要な都市の一つである。アメリカ合衆国の東海岸北部には、この他にもボストン、フィラデルフィア、ボルティモア、そして合衆国の首都アシントン DC ーーといった大都市が連続しており、 ボスウォッシュと呼ばれるメガロポリスを形成している。この他にも合衆国内には地域の中枢となる巨大都市が点在しており、中西部のシカゴ、南部のアトランタやマイアミ、テキサス州のヒューストンやダラスフォートワース都市圏、西部のデンバー、西海岸のロサンゼルスやサンフランシスコ、シアトルなどが特に大きな都市である。カナダの大都市は国土の南部に集中しているが、 最も人口の多い地域は、オンタリオ州南東部から、ケベック州南部にかけての地域であり、カナダ最大の都市であるトロントと、それに次ぐ、大都市であるモントリオールがこの地域に存在する。カナダ太平洋岸の大都市は、バンクーバーたが一つであり、カナダの西の玄関口となっている。カナダの肥沃な西部平原地方は、平原の中に、 人口10万から50万程度の都市がいくつか点在するが、その中ではカルガリーが最も大きく、この地域の中心となりつつある。北アメリカ地域では最大の都市は上記の通りメキシコの首都メキシコシティであり、メキシコの人口や富はここに集中している。しかし、メキシコ国内ではこの他にもグアガラハラとモンテレー、それにプエブラの3つの都市が、 人口100万人を超えている。この4つの都市はいずれも人口の集中するメキシコの中央高原に一致している。それに対し海岸部にはカリブ海岸のベラクルスや太平洋岸のアカプルコなど重要な港湾都市は点在するものの100万人を超えるような大都市は存在しない。それより南の中央アメリカの小国軍では グアテマラの首都グアテマラシティとニカラグアの首都マナグアが人口100万人を超えて最も大きく、ホンジュラスの首都テグシガルパとパナマの首都パナマシティ、エルサルバドルの首都サンサルバドルがこれに次ぐ。カリブ海諸島ではキューバの首都ハバナとドミニカ共和国の首都サントドミンゴが人口200万人を超えており、ハイチの首都ポルトープランスも人口100万人を超える。 経済規模においては、アメリカ合衆国が他を圧倒しており、北アメリカの他の国を全て合計しても、アメリカの経済規模の半分にも遠く及ばない。アメリカは一人当たりの富においても北、アメリカで最も豊かであるが、これに関してはカナダも、アメリカとほぼ同じ数字を達成している。ただし、カナダの産業地帯は、アメリカ国境にほど近い地域に集中しており、両国間の経済交流も、 非常に盛んで、事実上経済地域としてはほぼ統合された状態にある。経済面でこの両国に次ぐ力を持つのはメキシコであるが、一人当たりの富においては両国には遠く及ばない。その他、中米地境やカリブ海諸国のほとんどは、経済的には中心国レベル、一部は発展途上国のレベルにあり、北部の二国との差は激しい。しかし、発展途上国の中でも、 特に貧しい後発開発途上国に指定されているのはハイチ一国であり、その他の国は非常に貧しかったり経済が崩壊しているというわけではない。アメリカ及びカナダは各種工業が発達しているほか、農業でも肥沃な農地と効率的な大規模農業によって生産性が極めて高く、世界有数の食料輸出国となっている。 アメリカとカナダの経済はほぼ統合された状態にあるが、それに加えて1992年には来た。アメリカ大陸南部最大の国家であるメキシコとアメリカ、カナダの3カ国が北米自由貿易協定、ナフタを結成して以降、メキシコの北部の各所にマキラドーラと呼ばれる保税加工区の建設が急速に進み、特にメキシコとアメリカ間の貿易が急進した。 北、アメリカにおいて最も早く文明が成立したのは、現在のメキシコ中部においてであった。紀元前1250年頃には、最古の文明である、オルメカ文明が成立し、ついでメキシコ中央高原には、テオティワカンをはじめとする諸文明が、ユカタン半島には、マヤ文明が成立した。これらの文明は鉄器を持たず、制銅器も普及は遅れ、利用も装飾に、 ほぼ限定されたものの、トウモロコシをはじめとする多くの植物の栽培化を成し遂げ、独自の高度な文明を作り上げていた。これらの文明を総称し、メソアメリカ文明とも呼ばれる。こうした高度な文明が花開いたメキシコに比べ、現在のアメリカやカナダに相当する地域においては、主張性国家の発達は、ある程度見られたものの、メキシコのような高度な文明にまで達することはなかった。 1492年、クリストファー・コロンブスが、現在のバハマの東端に近いサンサルバドル島に上陸し、アメリカ大陸の発見以後数十年で、スペインからやってきたコンキスタドールたちによって、中央アメリカの高度な文明は全て滅ぼされ、1521年には、最大の先住民国家であったアステカ帝国も、エルナン・コルテスによって滅亡した。 また、ヨーロッパからの植民者たちは来た、アメリカで知られていなかった、病原菌を持ち込み、このために、北アメリカの先住民人口は激減した。16世紀の中頃には、中央アメリカ地域のほとんどは、スペインの植民地となっていた。中央アメリカ地域に比べ、北アメリカ大陸北部への植民は遅れた。この地域で最初に永続的な植民地が開かれたのは1607年に、 イギリスによってジェームズタウンが建設された時である。ついで1620年にはメイフラワー号に乗ってやってきたピルグリムファーザーズたちがプリーマスに入植し、やがてホーブ島湾にはイギリスの13植民地が建設されることとなった。一方、その北のセントローレンス川川口にはフランスが進出し、1608年にケベックの町を建設して内陸に入り込んでいき、 ヌーベルフランス植民地を建設した。この植民地は、セントローレンス川から、五代五、ミシシッピ川水系を通って、メキシコ湾にまで至る広大な植民地であったが、ケベック周辺を除き非常に人口は希薄であった。やがて東海岸のイギリスとそれを囲むように広がる、フランスの両植民地は衝突するようになり、100年以上、断続的に衝突を繰り返したが、 結局最後の北米植民地戦争であるフレンチ・インディアン戦争においてフランスは大敗し、1763年のパリ条約でフランスは北アメリカ大陸の植民地のほとんどをイギリスに譲渡することになった。しかし、この戦争の戦費によって財政難に陥ったイギリスは13植民地に様々な税を課すようになり、不満を持った。 植民地側は1775年に放棄し、アメリカ独立戦争が勃発した。翌1776年には、アメリカ独立宣言が発表された。この戦争は、植民地側の優位のまま進み、1783年には、パリ講和条約が締結されて、イギリスは13植民地の独立を認め、北アメリカ大陸最初の近代独立国家である。 アメリカ合衆国が誕生した。ただしその北側に位置するカナダ植民地はイギリスの元に留まることを選択し、ここに北アメリカ大陸の旧英国領は南のアメリカ合衆国と北のカナダ植民地とに二分されることとなった。独立したアメリカはイギリス領だったミシシッピ川東岸を自国領としたが、さらに西へと進む動きを見せ、1803年には フランスからミシシッピ川西岸にあたるルイジアナを買収して領土を2倍にした。アメリカ大統領トーマス・ジェファーソンは1804年にメリウェザー・ルイスとウィリアム・クラークに引きられた探検隊をミシシッピ西方へと派遣した。このルイス・クラーク探検隊はミズーリ川沿いに進んでロッキー山脈を抜け太平洋に到達しアメリカの西部進出の基盤を作ることとなった。 このアメリカ独立とフランス革命に橋を発する創始国の混乱は中央アメリカ各地域においても独立の動きを呼び覚ました。最も早く独立へと動いたのはカリブ海に浮かぶフランス領サンイコールドマングである。サンイコールドマングでは1791年にハイチ革命が勃発し1804年には来たアメリカ第二の独立国としてハイチが独立した。 ついで1810年にはメキシコでもミゲルイダルゴによってメキシコ独立革命が開始され、1821年にはメキシコが独立。さらにそこから1823年には中央アメリカ連邦共和国が独立し、スペインの勢力はカリブ海に浮かぶ島々に限定されることとなった。独立後すぐにアメリカは西部への膨張を開始した。当初は アメリカ領だったミシシッピ川以東に限られていたが、上記ルイジアナバー州によって、さらにアメリカの領土は西へと延伸し、移住者の波もそれに伴って徐々に西へと押し寄せた。重要だったのは1787年に制定された北西部土地条例で、これによって開拓地にできた順州は、人口6万人を超えると州として連邦に加盟することが可能になり、西部の国土化に、 大きな役割を果たした。19世紀中頃からは産業革命も開始され、さらに各国から続々と押し寄せる移民の波とそれを受け入れることの可能な西部の開拓地の存在によってアメリカは急速に国力を増大させていった。こうしたアメリカの精神は進行方向にあたる地域に領土を持っていたメキシコとの対立を呼び起こしたが、当時メキシコは 国内の政情不安が続き、さらにアメリカと衝突するメキシコ北部においては人口も規迫で開発も進んでいなかったことから、この両国の対立は常にアメリカ有利で決着がついた。1836年にはメキシコ北端のコアウイライテハス州においてアメリカ系移民が反乱を起こして独立し、テキサス共和国を建国。 1845年に同国がアメリカに加盟したことで両国は衝突し、1846年には米北戦争が勃発した。この戦いでアメリカは干渉し、メキシコから北部の広大な領土をもぎ取った。さらに1849年には獲得したばかりのカリフォルニア州において金が発見され、カリフォルニアゴールドラッシュが起きて西部の開拓は、 飛躍的に進むこととなった。八百六十九年には最初の大陸横断鉄道が開通してアメリカの東西を結ぶ大動脈となった。八百六十年代にはアメリカとメキシコにおいてそれぞれ大きな内乱が起きた。まず八百六十一年にはアメリカにおいて奴隷制の是非をめぐって北部と南部が対立し南部がアメリカ連合国を建国して 南北戦争が勃発した。ついで、この動乱を見たフランスが、メキシコ出兵を決定し、メキシコシティを攻略して、第二次メキシコ帝国を成立させた。この戦いはいずれもそれまでの中央政府、アメリカのエイブラハム・リンカーン政権、メキシコのベニート・フアレス政権の勝利に終わり、両国の中央政府の支配力が強化されることとなった。また、 アメリカの兄弟化分離と統合を繰り返していた北側のイギリス領所植民地の危機感を呼び覚まし、1867年にはこれらのうち4つの植民地が営業を来たアメリカ法を制定してカナダ自治領として統合した。このカナダ自治領にはこの地域にある他のイギリス植民地も続々と加入し、最終的には大陸北部のイギリス領はすべてカナダに統合された。 アメリカの経済成長はなおも続き、19世紀末にはアメリカの工業力はイギリスやドイツといったヨーロッパ列強諸国と肩を並べ抜き去るまでになっていた。1898年には米西戦争が起きてアメリカが勝利し、キューバが独立、プエルトリコがアメリカ領となってスペインは完全に新大陸での領土を喪失した。またこの時期からはアメリカ資本が 中央アメリカ全域に進出するようになり、大農園を建設したユナイテッドフルーツ社などの支配力が強まり、バナナ共和国という言葉に代表される中米諸国の経済的なアメリカへの従属化が進行した。メキシコにおいては、ポルフィリオディアス政権によって経済開発が進んだが、貧富の差の拡大や独裁に反感が高まり、 1910年よりメキシコ革命が勃発した。また、1914年にはアメリカの手によってパナマ運河が建設され、太平洋と大西洋の海運距離が大幅に短縮した。第一次世界大戦によってヨーロッパ諸国が経済的に疲弊するとアメリカは世界最大の経済大国として世界経済をリードするようになり、第二次世界大戦によって 政治、軍事的にも完全に世界をリードするようになった。一方、カリブ海、中央アメリカ諸国においては、政情不安が続く国が多く、クーデターによって軍事政権が成立することも珍しくなかったが、政治、軍事的には完全にアメリカの強い影響下に置かれるようになった。こうした中、1959年にキューバ革命が勃発し、 フィデル・カストロに率いられた革命政権はソビート連邦へと急速に接近。北、アメリカに初の東側国家が誕生することになり、この地域に極度の緊張をもたらした。この緊張は1962年のキューバ危機によって最高潮に達し、以後やや緊張は緩んだものの両国の対立は21世紀に入っても続いた。 1960年代から1980年代にかけてはカリブ海やショーアンティル諸島に残っていたイギリス植民地が次々と独立し特にショーアンティル諸島においては小国が乱立するようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。